んにちは。今日はですね、バドミントンシニアおっさんのバドミントングッズを紹介してもらいたいと思います。ではバドミントンシニアおっさん、よろしくお願いいたします。はい、皆さん、こんにちは。ですね、シニアおっさんの、先日、ジュニアで頑張っているチーム の, あのお子さんのママさんから、用具の説明をちょっと、説明というかね、あの用具のことでいろいろバドミントングッズのことであの質問があったので、私の使っているものをちょっとあの、ご紹介したいと思います。よろしくお願いします。こちらですね、主に使っているのが バボラの、サテライトリミテッドエッセンシャル限定モデル。ってやつですね。こちら1本1万281円っていうところで、一番最後に買ったのはこの2本で、この2本で、去年の全日本シニアの、男子ダブルス、あとはミックスダブルス両方ともベストエイジに入ることができました。ので、今ねあのラケットもあの、物価高騰というかすごくあの値段が上がってる中なんですけども、こちら使いやすいので、ぜひよければちょっとチェックしてみてください。 Amazon で1万円ぐらいで注意で買います。こちらはですね、川崎の、全日本実業団に行った時のブースで、川崎のスタッフから、1万円で買え、どうですかっていうので売ってたので、こちらも1万円で買いました。私が大体使っているのは大体言っても1万5000円いかないぐらいのラケットで、ちょっとあの動画とかも撮らせてもらってますし、試合等も出てます。またね、ちょっとね、私、実はちょっとケチなので、こちら、ご覧になっていただきたいんですけど、テープね、グリップテープ、一回巻いてるのを巻き直して、お尻と頭を逆にして巻いてます。で、こちらですね、こちらが巻き直してない状態なんですけど、こちらを一回、滑り始めたり、汚れついてきたら、剥ぐってですね、また巻き直してこういうような状態にするという、ね、ちょっと私ちょっとあまりバドミントンお金かけたくないんで、ちょっとケチでこんな感じでグリップも使ってます、うん。あとはですね、先日買ったこのなんだこれね、ちょっとお知り合いから紹介いただいたんですけど、200m で3000円台だったんですよね。4000円いかないぐらいで、中国製品のこんなかガット、こちらをですね今日貼りました。で、前までは強チタンってこっち使ってたんですけど、ちょっと値段も高いんでね、私もちょっとバドミントンなるべくお金かけたくないので、ちょっとこっちをね貼って練習とは主にしていきたいなと思います。で、十分使えるっていうのをちょっとお話聞いたので、お伺いしたので、こちらの方ちょっとアマゾンで買ってみました。4000円だったぐらいかな。はい、以上です。またグリップはね、ちょっとロールででかいの買ってるんですけど、ちょっとだいぶ使っちゃってるんで、これが残りの方になってきたのかな、そんな感じで、このスーパーグリップっていうやつかな、こちらの方を使ってます。あとはシューズの紐とかソールなんかもちょっと一応綺麗だったら取っといちゃったりなんかして、これシューズの紐なんか縛ったりとか、あとキャンプとかでもなんかね使えるんで、こちらの方、シューズを捨てる際にはよく確認して、紐はなるべく取っといちゃって、ソールも使えるんであれば取っといちゃってってしてます。ケチですね。はい、でまたですねはい、こちらよこらしてと寸胴式のガット張り機で、こちらね、昔ね一緒に頑張ってたね、ルディっていう社会人クラブチームで頑張ってた尾崎ってやつがね、私 の, 年下でいてですね、でも彼からちょっと売ってもらった、これもね3万から4万円ぐらいで売ってもらったのかな。それがこちらになります。で、これでうまく自宅でガット貼って、さっきもね貼ってたんですけど、ちょっと家で貼るんで、ちょっとそんなに言うほど固くは貼れない感じなんですけど、私ノリと勢いでバドミントンしてる感じなので、これでも十分楽しんでバドミントンしてます。そうですね、こんなところかな。で、
用具っていうのはやっぱりそのなんかあの、ね、よりいいものを使うに越したことないと思うんですけど、皆さんやっぱりあのバドミントンってあの本当にこだわり出すとお金もかかるし、あのそれでなくても時間とね、あのジュニアの人たちだったりとかしたらその往復、あと遠征、あのまたあのプロテインとかなんとかも飲むのかな、そうなるとやっぱりお金がいっぱいかかると思うんですけど、なるべくその私はお金かけないであの自分のバドミントンライフを送っていきたいと思いますので、あのちょっと参考になることと思って、ご紹介させていただきました。またね、ちょっと前はプロテインとかも飲んでたんですけど、プロテインも高いんでまた高い高いになっちゃうけどさ、あのなんだあれ、きな粉をね、あのきな粉ってなんかあの 40% ぐらいあのはタンパク質なんですよね、確かね。それでプロテインよりもなりやすいから、あのきな粉にあの牛乳混ぜてとか飲んでる時もありました。そうですね、こんな感じかな。はい、それではですね、あの皆さんもなんかあのこれ見てなんか参考になればなっていうのは、あのあとね、なんかへーなんておっさん実はなんかあのあまり金かけてねえで、あのバドミントン楽しんでるななんて思っていただけたらいいと思います。なんかある？いや大丈夫。いや、シニアおっさんのいろいろなバドミントングッズを知れたのがいい、あよくすいません、さすが YouTuber で。すいません、そういうところなので、またなんかね、あのご質問とあればですね、あの一応書き込んでいただければ、あの私がなんだろう、バドミントンやってるの長いんで、あのちょっとあの解説動画の方で作りたいと思います。はい、以上です。それでは失礼します。失礼します。バイバーイ。